ですか？直近のお話をすると、青霧高校100万人登録者来ましたね。いや、おめでてえ話ですわ。で、まみちゃん、あの時コメント欄に実はあの配信行ったんですけれど、お気づきになった旦那様はいらっしゃいますか？そう、まみちゃん、その日、ちょっとね、そんないきなり言われましても、まみちゃん、アルベットでございましょう、みたいな。遠いしね。まみちゃん遠いから、基本的に、ちゃんと休みを取って、大移動をかまさなきゃいけないわけですね。だから事前にしっかり予定が立ってないと、どうしてもそういうのは参加できないので。だから、このタイミングですかってなって。そうで、あれですよ、でも、あれね、まみちゃんコメント欄いけたの、マジで奇跡だからね。本当にたまたまその時、アルベイトのタイミングの、休憩時間が、たまたまあの時間でさ、そうなんですよ。よかったよ。たまたまだけど、ちょっとこう顔出せてよかった。そう。感動的タイミングをちょっと見損ねて。なになになに、おじいさん泣いたの、なになに、どこ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 って言って。慌てて見に行ったっていうね。いや、まあね、そりゃ泣くよね。そう。まみちゃんはちょっとさすがにさ、割と直近参戦だからさ、でもまあみんなのさ、喋ってると熱量とかわかるじゃん。どれくらい本気でやってるかとかさ、どれくらいこう力入れてやってるかとかさ、そういうの見てたから、よかったなぁ、よかったなぁ、みたいなおばあちゃん的な感じで見てたんだけど。いやだって、6年目、5年以上ですよ。いろんな苦難を乗り越えてやってきて、100万人登録か、そりゃ泣くよ。苦労が、報われるよ、そりゃ。そう、まみちゃんも長年やり続ける大変さはさ、わかるからさ。だからこそもう本当に、そりゃあね、ってなって。藤井さんね、収録？今月の収録のタイミングで会っててさ、その時にボソッと言ってた、みんな祝ってくれるかなって。言ってて、なんかちょっと不安そうな感じで言ってたのよ。そんな、だって祝うでしょそりゃみたいな。祝うでしょそれは普通に考えてみたいな。どうしたどうした、弱気になってみたいな。なんかいろいろと言いたいことあったけど、まゆみもちょっとさ、何も知らないから言えないから、そうっすねーって言って、きっと絶対みんな祝ってくれるよって思いながら、そうっすねーって言って会話してた。そんな状態でですよ。そりゃもう配信であんなこと言われたら泣くわ。ヒヒヒって感じで、とまた違った角度でね、まみちゃん、ふんふんって思ってアーカイブを後で見てたんですけども、まみちゃんティッシュはね、さすがに、いや、じんわりは来て、うるっと来るか来ないかぐらいまでは来たけど、さすがにまゆみちゃんも新参すぎて、そんなね、新参者のまゆみがね、やすっちん涙を流すわけにいかねえぜと思った。うん、うんって思いながら見てた。